いては店の人気商品やぜひおすすめしたい一押しメニューを紹介するテイクワングルメ、はい、スタジオの女性アナウンサーがグルメ映像を見ながら一発リポートにも挑戦します。はい、今日のチャレンジャーはデケ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 誰だ誰だ君です。私マヨちゃんです今日は私が挑戦しますね、はい、マヨちゃんです、はい、今日は鶏出汁にこだわったラーメン店ということなので、うん、はい、あの意気込みどうぞ。意気込みそうですね、まあ、うん、あの以前ガンさんのリポートを見ましたから、これをお手本にして、いや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 、ラーメン、つけ麺、坂田マヨみたいなラーメン好きだもんね。ラーメン好きです、はい、本当に、ね、なのでちょっと期待してますよ。あ、期待、あ、ほどほどにお願いしますではでは VTR 行ってみましょうラーメン敦賀市相生町にある鶏の節理、去年7月にオープンしたこだわりの鶏だしを使ったラーメン店、うん、カフェのような店内で女性一人でも気軽に入りやすい雰囲気です。いいですね、うん、気になってたんですよ私。そうなんですか。はい、ね、のれんがまた可愛かった、うん、こちらのお店、鶏の節理という名前で、ラーメン何種類かあるんですけど、すべてのラーメンに、鶏が使われているということなんです、まあ、必ずあの若鶏じゃなくて親鶏を使うということと、やっぱ透き通ったあのお出汁にして、でなるべくあの強く沸かさないようにして、沸かしすぎるとやっぱ濁ってしまうので、それも火加減は調節して気にしながらやってます。こだわりの鶏出汁の美味しさを最大限に味わえるのがこちらの鶏そば、うん、シンプルでどこか懐かしい店の人気ナンバーワンメニューです。あっさりした感じなのかな、透き通ってますね。ちょっと豚骨も入ってて、やっぱりあの昔ながらの敦賀のラーメンに見せて作ってるっていうのがあります。あんまりその分厚いチャーシューだとかあのぶっといメンマとかじゃなくて、やっぱ昔ながらのラーメンを演出したいんで、シンプルには仕上げてます。なるほどですね、いいですね。この鶏そば、もちろん麺にもこだわりが。鶏の出汁に合う麺を京都の有名製麺所から取り寄せています。ベストなマッチングは鶏のことを熟知している店主だからこそなせる技ですね。来たよ。さあ、お待たせしました、うん、はい、ここでテイクワングルメ、今から店の一押しメニューが登場します。まよちゃんが美味しそうな映像を見ながら素敵なリポートをします。わかりましたよ。一押しのメニューのヒントはこちらです、はい、ヒントありますよ。これヒント押さえておかないとですね、はい、ヒント1つ目、9時間煮込んだ鶏出汁。9時間。ヒント2つ目、真っ白なスープ。真っ白、ほほほほほ、真っ白、かなり真っ白よ。ヒント3つ目、泡です。はぁ、泡か、鶏出汁で泡、泡立てて、ね、それではまよちゃん頑張ってください、はい、チャレンジは1回テイク1。はい、あ、これですかね。これが9時間煮込んだ鶏出汁のスープ、そして麺がそこにどんどん乗っていきますね。あのラーメン大好き酒井匠アナウンサーが言っていたんですけれども、ラーメンを食べるときはまずスープから味わえと、そんなこだわりが詰まったスープだと思いますけれども、それには泡ですね、泡でできています。私あの泡、こんな泡風呂みたいなのがあったら存分に入りながら飲みたいぐらい美味しそうですけれども、これを見ていたらもう虜になっちゃいました、鶏だけに。はい、泡出てきた瞬間、泡ってなっちゃいましたわ、はい、ちょっとね、はい、泡だけですが、欲しい、はい、泡だけに、まあ、ラーメン愛は伝わってきましたけれど、まあ、今日はちょっと2つぐらいかな2つ、ね、こうもうちょっとこうなんか味わいとか香りとか、ね、香りね、最後の鶏っていうのはね、よく良かったと思います、虜になるっていうのはね、はい、では詳しく見ていきましょ う、ね、どんなラーメンだったのかこちらのメニューは濃厚泡鶏白湯そば、泡鶏白湯大好き、はい、白いスープの正体は濃厚に炊き上げた鶏スープを攪拌して泡にしたもの。クリーミーだな。クリーミーなスープは麺との相性も抜群、アクセントには焦がし玉ねぎをトッピング、濃厚なのに後味すっきりのラーメンです。あの鶏そばとまた対極に位置するラーメンなんですけど、そうですよね、鶏の油をふんだんに使用してしっかり煮込んで合計で9時間ほどですかね、ラーメンを盛り付けるときにあのハンドミキサーでしっかり攪拌して、そのクリーミーなあのスープのラーメンなんですけど、
やっぱ濃い味が好きな方は鶏白湯好まれますし、やっぱあっさりが好きな方はあの醤油ラーメン、鶏そばを好まれますね。どっちも食べたいね。鶏の旨味を最大限引き出す鶏だし、ね、この出汁を使って今後も新作のラーメンを開発中なのだそう。真剣な表情。やっぱ比較的に、まあ、他店とは違ってちょっとどちらかというと優しい味になってますので、そうですね、まあ、女性が一人で来ていただけるようなラーメン屋っていうのがやっぱ一番最初にオープンした時のコンセプトなんで、まあ、女性客が増えていただけると嬉しいなと思います。絶品の鶏だしを使ったラーメン、女性一人でも気軽に立ち寄って食べてみてくださいね。美味しそう。鶏の摂理ということで、本当に鶏のことをこう論理的に、うん、あの考えて計算し尽くされたきっと一杯なんだろうなって、ね、熟知してる、はい、うん、思いましたね。私もあの実は泡鶏白湯一番ラーメンの中で好きな味なんですよ。泡だと麺に絡むんだろうね。そうそうそう、ね、でちょっとまろやかな感じがして、うん、口当たりも柔らかくて美味しいんですよね、うん、あのスープにドボン入りたい、ドボン使いたい、使って浸かりながら飲みたいってどういうことみたいな夢ですね。夢です、はい。ちなみに、今日紹介したお店ですが、はい、鶏の摂理は敦賀市相生町にあります。定休日は第4水曜日です。確かに気になってたんだよねこのお店、はい、はい、私も行きたいところリストに入ってます。私の取材ディレクターは朝からラーメンここ2杯食べてしまったそうで、それくらい美味しかったそうです。すごい、はい、ぜひ女性一人でも行きやすいお店ということなので、皆さん行ってみてください。以上テイクワングルメでした。